やっほー、じゃじゃーん、アイスと紅茶、駐車場があるのか分かんなくて、駐車場に止めちゃった。あや、止めちゃったね。なんか一個似てたね。うん。今日は三つ編みで、三つ編みツインテールです。プライベートじゃ普段全然しない髪型。それじゃあ早速行ってきたいと思います。あ、そうそうそう。あれなんですよ。もうちょっとで横割りだから神奈川県を回り尽くそうかなって思ってで今回は神奈川に来ました。あれですね、湘南の方ですね。海の近く、なんか歩いて海が目の前にあるご飯屋さんらしくて、あーごめんね、行ってきます。じゃじゃーん、アイスと紅茶届きました。おいしそう。なんかアヒージョも頼んだんだけど、アヒージョも先に来ると思ったらまさか紅茶とアイスが先に来た。ねえ、よくんかわいいわね。風がすごくてさ、ボサボサだよね。トマトとエビのアヒージョとパン、大好き、めっちゃいい匂いする。いただ
きます。でもアイスとケチャップライスに食べようかな。
のさ、トイレだけの話。うまっ。駐車場がさ、いくらか見てないんだよ。この間さ、駐車場いくらか見てなくてさ、6000円。レオくんは食べただけだから、あれ4000円だけど、食べただけだよ。ご飯代より高いよ。商品的だったショックだった。そういうのはちゃんと見るものって思って反省したのに、今日も見てないっていうさ、成長しないわ本当。よいしょ、風は気持ちいいですか？気持ちいいですか？レオくんはお散歩中とか風が吹くと、お散歩中でも止まるの、多分風を感じたくて。可愛いでしょ？ねえレオくん、風感じるんだよね。ちょっと私はこの後ゆっくり食べようと思います。また後でー、バイバーイ。完食、全部食べちゃった。お腹いっぱい、めちゃくちゃ美味しかったな。はあ、眠たい。このまま眠りたい。誰か私の代わりに運転しに来てよ。ちゃんと起きて運転するんですけど、この後どうしよう。レオさんどうします、この後。え、レオはさ、この後何したいの、ちなみに。え、レオくん何したいの、この後。海行きたい？江ノ島行く？なんか江ノ島って私、あの奥まであんま行ったことないんだよね。暑くてやめちゃう、いつも。行ってみようかな、奥まで。けどな、暑いよな。でもせっかくだから行ってみようかなっていう気持ちもあるけど。海行く？でもさ、レオくんが汚れるんだよね。そうで、お風呂に入れるのが大変なの。最近トリミングしたばっかだからさ。江ノ島行くか。いや、江ノ島行く？それかおばあちゃん家行く？どこ行く？どこ行こう？どこ行ったらいいかな？江ノ島行くか。江ノ島に行こうかなと思います。まだね、時間もあるから。まだ4時前だから。明日もお仕事だし、今日のうちに楽しんでおこうかな。よし、じゃあ江ノ島に行きます。レッツゴー。じゃじゃん、なんと、あ、レオくんのお菓子があった。だから買ってきた、あげてみようかな。レオ、あれ、待って待って、はい、おいしい？だけど、お手は？お手は？これが引っかかっちゃってるのね。お手は？お手。おいしいの。待ってだよ、待って。
よし。今食べてもらえる？大丈夫？刺さくない？何も食べちゃうの？そうか。じゃあ江ノ島行こっか。江ノ島に行ってきます。バイバイ。